はい、こちらは静岡県の伊豆急下田駅に来ております。前回はですね、185系踊り子で東京から伊豆急下田までやってきました。今回は下田を観光したいと思います。駅前は観光地らしくしっかり整備されておりまして、こちらはタクシープールになります。そしてこちらはバスですね、バスのロータリーになります。平和都市宣言と立っていますけれども、こちら黒船になります。フェリーが乗っていた黒船サスケ花号をモチーフにしたものです。でこの下田はですね、日米和親条約によって開港した港のうちの一つです。ではまずは食事にしたいと思います。金目鯛が食べられるお店です。メニューはタッチパネルから注文します。金目鯛づくし膳、この3500円税抜き、これを注文しました。金目鯛の刺身の他に金目鯛のしゃぶしゃぶも出てきます。はい、出てきたのは黄色いご飯でした。これは何かおめでたい時に食べるご飯だそうです。そしてこちらが金目鯛のしゃぶしゃぶです。はい、こちらがしゃぶしゃぶの鍋になってます。そしてサラダも金目鯛が使われていました。あとはこちらが金目鯛のお刺身になります。では金目鯛のしゃぶしゃぶを食べる様子をご覧いただきましょう。これが正しい食べ方なのかどうかは保証しません。多分あんまり火を通しすぎると美味しくなくなっちゃうと思うので、軽く火を通して、でつゆにつけて食べたいと思います。駅前の観光案内所に戻ってきました。ここの自販機でロープウェイのチケットを買いたいと思います。ここで買いますと、普通に買うと1050円のところを940円と少しお得に買うことができます。ロープウェイ乗り場は駅からすぐです。多分ここからでもロープウェイ見えると思います。あ、今拡大していますけれども、こちらがロープウェイになります。実際に動いているロープウェイも発見しました。こちらが下田ロープウェイです。お客さんが多かったので15分ぐらい待ちました。下田ロープウェイにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。これより富士箱根伊豆国立公園寝姿山にご案内させていただきます。ロープウェイで寝姿山を登ります。山頂まではロープウェイで約5分です。今下りのロープウェイとすれ違いました。まもなく山頂寝姿山駅に到着でございます。ロープウェイで山頂まで来ました。中混んでましたね。歩いてもう少し上まで登ることできますけれども、こちらはロープウェイの出口のすぐのところにある展望台です。こちら下田の遊覧船です。黒船サスケ花がモデルになっています。後ほど乗ってみたいと思います。歩いてもう少し上の方に行ってみたいと思います。もう少し上にやってきました。寝姿山周辺の海を見てみましょう。島がいくつか見えますね。こちらは伊豆大島です。この三角形の島は豊島だと思います。これは何でしょう。ちょっと自信ないですけど、新島かなと思います。沿道にはお花もきれいに咲いています。これは黒船の怒りのような形をしています。ここには縁結びの御利益があるそうです。さてこちらからは下田の市街地の光景を見ることができます。伊豆急下田駅のホームが横たわっているのがわかります。おお、これはいいタイミングで黒船列車が入ってきました。黒船見張り所跡、確かにこれだけ見晴らしのいい場所であれば、怪しい船が入ってくればすぐにわかるでしょう。大砲も置かれていました。はい、それでは駅前に戻ってきました。今度は遊覧船に乗りたいんですけれども、この自販機を利用しますと定価1250円のところを1130円で買うことができます。遊覧船乗り場までは駅から歩いて15分ぐらいです。道の駅に隣接しています。こちらが道の駅です。飲食店とかお土産屋さんも入っています。はい、こちらがこれから乗ります黒船サスケ花号です。文字通り真っ黒です。フェリーが乗ってきた船を再現しています。こちらでチケットをチェックしますけれども、手形改めどころ江戸時代っぽい表現になっています。
黒船とは対照的に真っ白な海上保安庁の巡視船です。この船は2階建てになっておりまして、2階に上がるにはプラス500円支払う必要があります。今回はこの500円をけしりまして1階で我慢することにしました。それでは出港です。約20分間です。島に鳥居が置かれていますけれども、これはミサゴ島と言います。だいぶ陸から離れてきましたけれども、今正面に見えます山が先ほど登りました寝姿山ですね。いくつか展望施設がこちらからも見えます。こちらの灯台では釣りをしている人がいました。何が釣れるんでしょうか。こちらは犬橋島と言いますけれども、ところどころ穴が開いています。これも海水の浸食作用によって穴が開いたんでしょうか。穴の先が見えます。海岸沿いには観光施設が立ち並んでおります。防波堤を1回出ますので少し波が出てきました。ただこの後すぐ引き返してしまいますので、そんなに長時間揺れることはないと思います。伊豆半島下田からさらに南に行きますと、サンドスキー場があったり、弓ヶ浜海岸という美しい海岸があったり、あとは最南端の伊良崎があったりということで、見どころはたくさんあります。太陽がだいぶ低くなってきました。太陽が海に照らされて綺麗です。あとはカモメが船に餌をもらいに来ますので、餌やりを楽しんでいる人がいました。子供はキャッキャ喜んでました。はい、こちらは弁天島といいます。ペリーが黒船で来航したときに、吉田松陰がここから小舟を出して黒船に乗り込もうとしたそうです。それでは船を降りまして、最後にペリーロードを歩きたいと思います。ペリーが下田に上陸した際にここを歩いたそうです。昔ながらの柳の道といった感じでしょうか。旧沢村邸です。ワッフルのような模様の壁が特徴的です。こちらがペリー艦隊の来航記念碑でございます。ペリーの銅像ですね。はい、伊豆急下田駅に戻ってきました。サフィール踊り子が止まっていましたが、残念ながらこれから私が乗りますのはこのサフィール踊り子ではなくて、普通列車伊東行きになります。これから小田原に行くわけなんですけれども、このサフィール踊り子の方は小田原には止まらないみたいなんですよね。まずは普通列車で伊東まで行きました。そして伊東で宇都宮行きに乗り換えます。伊東から宇都宮まで1本というのは驚きでした。そして小田原で降りました。明日の朝の湘南ライナーに乗るために今日は小田原に一泊します。夜は小田原駅の中にありますウォークニという和食のお店に入りました。お刺身と焼き魚のセットを注文しました。ご飯と味噌汁もついています。こちらがお刺身です。アジ、タイ、あとはカンパチかな。新鮮なアジってのは美味しいですよね。こちらがサンマの塩焼きです。秋も深まりまして、サンマの価格もだいぶ下がってきたようです。はい、ということで今回は下田を観光しました。そして、翌日ですね、湘南ライナーに乗るために小田原に一泊することにしました。小田原城もライトアップしています。ということで次回はですね、215系の湘南ライナーに乗ります。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。